アダム・ジョンソンは、イングランド・サンダーランド出身の元サッカー選手。元イングランド代表。ポジションはウィング。初期サンダーランドに生まれノースイーストイングランドのダラム東部イージントンで育ったジョンソンは、イージントンの学校に通い、クリーブランド・ジュニア・フットボールクラブでプレーし、7人制の学校の試合で2得点を挙げた際に、ジョニー・ヘインズから、 君は偉大な選手で素晴らしい左足を持っていると声をかけられた。ミドルズブラ2008年、ミドルズブラでのジョンソン1995年から1997年まで入滑するユナイテッド FC の株組織に在籍後、12歳でミドルズブラ FC の株組織に入団し、2003から04シーズンにはトップチームでも同僚となるデビッド・ウィーター、 ドニー・マークマホン、アンドリュー・テイラーと共に FA ユースカップを獲得した。2005年3月17日に UEFA カップ2004から0後のスポルティング CP 戦で17歳の時にトップチームでプロデビューを果たし、それからほぼ6ヶ月後に負傷により欠場したスチュワート・ダウニングの代役としてアーセナル FC 戦でリーグデビューを呼び初先発出場を飾った。 同2005から06シーズン前半戦は主にリーグ戦でベンチ入りするも出番はなく UEFA カップで途中出場により経験を積む中2度目の先発出場となった12月15日のリテックスロベチ戦でマッシュもマッカローネの得点をアシストした以後シーズン終了するまでダウニングの代役や途中出場で 出場機会を得、2006年5月3日のボルトンワンダラーズ FC 戦では、それから1週間後の UEFA カップ2005から06、決勝戦へ向けて、スティーブ・マクラーレン監督が、選手に大幅に入れ替えられる影響により、先発出場し、プロ初得点を記録した。7月2日に、クラブと契約を4年延長した。 リーズとアトフォードへのローン2006年10月16日に1ヶ月の期限付き遺跡でジョン・カーバー暫定監督率いる2部のリーズ・ユナイテッド AFC と契約するもチームの苦戦し首脳陣を納得させるほどの活躍を見せることはできなかったため契約が延長されることはなく11月21日に復帰が決定したミドルズブラで過ごすこととなった2006から07 シーズン残りは、ブリストルシティ FC との FA カップ再戦で、途中出場からアシストを提供し、さらに PK 戦で決勝点を挙げて、次戦進出に大きく貢献した。2007年9月に3ヶ月の期限付き遺跡で2部の、バトフォード FC と契約したジョンソンは、加入して、早々からチームに馴染み、短期間で5得点を挙げる活躍を見せたことから、当然のように、 ワトフォードの ID ブースロイド監督から契約延長を希望されたものの11月16日にミドルズブラ復帰が決定した。ミドルズブラ復帰ワトフォードから復帰後は出場した全10試合を途中出場するスーパーサブの役割を務めマンチェスターシティ FC とのシーズン最終節にも途中出場し18ヤードの距離からこぼれ球を蹴り得点を挙げた。 2008から09シーズンは、出場32試合中で、ダウニングの代用を務めつつ、ダウニングが負傷により長期離脱となったことで半分は、先発起用された、成功のシーズンだった。2009から10シーズンは、ダウニングが、アストンビラ FC へ移籍した影響から、最初の3試合で、チームの総得点5得点中3得点を挙げる、攻撃の鍵として牽引した。 その後も得点を重ね、シーズン前半までで、サイドの選手ながら発得点を記録する高い、得点率を誇り、攻撃を個人に依存する状況から逆に、ゴードン・ストラ・関心監督の懸念にもなるほどの、活躍を見せていた。2009年8月18日のスカン・ソープ、ユナイテッド FC 戦では、同僚のリース・ウィリアムズがもらったファウルの、ペナルティーキックを、 相手 GK に引かれて一度は失敗するも、引かれたボールを取りに行く際に、GK にペナルティーエリア内で倒されたことにより、再度 PK を獲得し、2度目の PK は、なんとか成功させた。シーズンを過ごす中で、高い評価を受けた結果、故郷のサンダーランド AFC を含めて、プレミアリーグのいくつかのクラブから関心を寄せられた、ものの、 ガレス・サウスゲート監督は売却することはないだろうと主張した。しかし、その一方で、ジョンソン自身は2009から10シーズンをもって終了する契約を延長しないことを決意していた。12月13日のカーディフシティ戦でハムストリングを負傷したことにより、試合中にマルビン・エムネスと交代する場面も見られたが、スカンソープ戦で復帰を果たすと、 PK を決めて公式戦の得点数を2桁に乗せ、2010年1月26日のドンカスター・ローバーズ FC 戦では、今季3回目となる複数得点を挙げ、さらに同試合の最優秀選手に選出される、活躍から10月以来となるアウェーでの勝利に貢献した。それらの安定したパフォーマンスが認められて、ノースイーストのサッカーライターによる、 年間最優秀若手選手賞を受賞した。マンチェスターシティマンチェスターシティでのジョンソン冬の移籍市場が開かれた途端に再度獲得候補の対象となり、ミドルズブラはマンチェスターシティ FC からの入札を受け入れた。以前、FA カップの3回戦で対戦した際から関心を持たれてのことだった。同試合は負傷から30分の出場に止まったが、 短時間のプレーながら、ピッチ上で間違いなく、最高の選手と評される衝撃を与えていた。最終的に2010年2月1日に、マンチェスターシティと4年半の契約を締結した。2月6日のハルシティ AFC 戦で、スティーブン・アイルランドに代わり途中から初出場を飾り、3日後のボルトン戦で、右サイドの先発を務めたジョンソンは、 カルロス・テベス、エマニュエル・アデバイオールと共に攻撃を展開し、同試合の最優秀選手に選出された。3月14日のサンダーランド戦で、ロスタイム1分半に、同点弾にして遺跡後初得点を挙げるなど、加入早々に活躍を見せたことで、イングランド代表を率いるファビオカペロ監督から、称賛され、公に代表チームへの招集を示唆された。 2010年10月3日のニューカッスル戦でガレスバリーに代わって途中出場して72分に決勝点を挙げ12月1日に UEFA ヨーロッパリーグ2010から11のレッドブルザルツブルク戦で得点を記録10日後のウエストハムユナイテッド FC 戦でも得点しその後のアストンビラ FC 戦ではジョリオン・レスコットにアシストを提供した 2011年1月1日のブラックプール FC 戦で決勝点を挙げ2010年12月14日に制長したラッシュデンダイヤモンズ FC の GK で友人のデール・ロバーツに捧げた同2010から11シーズンは自身初タイトルとなる FA カップを獲得してシーズンを終えた2011から12シーズン前の 新前試合ダブリンスーパーカップでのインテルナツヨナーレミラノとリーグオブアイルランド11を相手にそれぞれ得点を挙げると新シーズンに向けて好調さを見せるとスーンジシティ FC との開幕戦ではシュートをミシェルフォルムに一旦引かれるもエディン・ジェコが詰め込み得点を挙げたことでアシストを記録しイーウッドパークでのブラックバーン・ローバーズ FC 戦 でゴール上エスミへカーブをかけたシュートを放ち、先制点にして、今季初得点を挙げ、続くアストンビラ戦でも得点した。2011年10月26日に、フットボールリーグカップのウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で得点を挙げて、勝利に貢献し、その3日後にリーグ戦でのウルバーハンプトン戦でも得点した。リーグカップでのアーセナル FC 戦で、 セルヒオ・アグメロの決勝点をアシストし、ノリッジシティ FC 戦で途中出場から今季5得点目を記録。12月1日のストークシティ FC 戦4月14日のキャローロードでのノリッジシティ戦でも得点し、公式戦7得点でシーズンを終了した。サンダーランド・マンチェスターシティで2期連続で公式戦7得点を、 上げて得点力を見せつけるプレーが認められ、昨季の11月に契約を2016年まで延長したものの、途中出場でのプレーが多く先発での定期的な出場機会を求め、2012年8月24日に推定移籍金1200万ポンドでサンダーランド AFC と4年契約を締結した。マーティン・オニール監督から我々は、 質の高い選手を探しており、アダムはその条件に合致した。彼には偉大な能力があり、ファンを興奮させる選手だと高い期待を寄せられた。8月28日にリーグカップのモアカム FC 戦で、初出場を飾り、両得点をアシストする好調なスタートを切ると、11月10日のエバートン FC 戦で、 初得点を挙げ、アウェーのチェルシー FC 戦で競合相手に2得点目を記録するも、全体的に見れば、精裁を欠いており、復調が期待されていた。そのような状況か、ボクシングデーにスタジアム・オブ・ライトでのフルスマンチェスター・シティ戦で決勝点を挙げ、ウエストハム戦でも得点した。2013年4月14日にニューカッスルとのタイムウェアダービーでカーブをかけた。 鮮やかな特典を挙げて降格権からの脱出に貢献した。2015年3月2日、15歳の少女と性的関係を持った容疑でイギリス警察に逮捕された。2016年2月10日に行われた後半でこれを認めたため、翌2月11日、サンダーランドにより契約を解除された。また、スポンサー契約を結んでいたアディダスも、 同様に契約を解除した。服役2016年3月、ブラッドフォード刑事法院で行われた判決で、ジョンソン自身に反省の態度が見えなかったことなどから懲役6年の実刑判決が確定、同月中に収監された。またジョンソンには交際中の2歳年下の彼女と、その間に生まれた娘もいたが、関係は解消された。 2019年3月22日、契気の半分である3年間の服役で釈放された。2010年9月7日に UEFA ユーロ2 0 1 2予選のスイス戦に向けて、ウォーミングアップをするジョンソン U-19 代表時代に2006年5月18日の UEFAU-19 欧州選手権での U-19 ベルギー戦で、 国際舞台の公式戦に初出場を飾った。U-21 代表としては、スチュアート・ピアース監督の下 U-21 ルーマニア戦で、マイケル・カイトリーに代わって初出場を飾り、UEFAU-21 欧州選手権2009予選の U-21 ポルトガル戦、U-21 ウェールズとのプレーオフ第一戦で、得点を挙げ、スウェーデンでの、 本大会進出に貢献。同大会では、グループリーグ3試合中2試合に先発出場し、U-21 ドイツ戦では、最優秀選手に選出されている。続く、準決勝の U-21 スウェーデンとの、PK 戦ではキッカーを務め仕事を熟した。2010年2月下旬に、ファビオ・カペルロ監督によって3月のエジプトとの、 親善試合へ向けた30名の一員として A 代表に初招集されるも遠征に帯同する最終23名から落選した。それから2ヶ月後に今度は 2010FIFA ワールドカップへ向けた30名の候補メンバーに名を連ね5月24日にウェンブリースタジアムでのメキシコ戦でジェームズ・ミルナーに代わり代表デビューを果たした。わずか10分足らずの出場ながらも 才能の片鱗を見せつけることに成功したジョンソンは、中盤左がガレスバリーのみのため選手層が薄かったことや、カペロ監督が経験不足を問題視しない考えを示唆していたこともあり、メンバー入りを有力視されていたが、6月1日に発表された最終23人から落選となった。この選択にクリス・ワードルは経験不足により、 ジョーコールに譲ることになったと嘆き、ジェフ・ハーストは、1966FIFA ワールドカップで、自身とマーティン・ピータースが、経験不足ながらも、ヒーローとなったことを例に挙げ、ジョンソンには、同じような可能性が感じられたと肩を落とした。ワールドカップ終了後の最初の試合ハンガリー戦で、初先発フル出場を飾り、2010年9月3日に、 UEFA ユーロ2012予選のブルガリア戦で初得点を記録し、続く9月7日のスイス戦では、負傷したセオー・オルコットに代わり、途中出場から自身2得点目を挙げた。同予選では、先の2試合も含めて5試合に出場し、2012年2月から暫定就任したピアース監督の下では、ピアース監督が唯一指揮した。 オランダ戦にも先発で出場した。2012年5月に就任したロイ・ホジソン監督による UEFA ユーロ2012の最終23名から落選したものの予備メンバーに選出された。2015年3月3日、イギリスの複数のメディアはジョンソンが当時15歳であった少女と複数回にわたり性的関係を持ったとの引行容疑により、 ダラム警察に逮捕されたと報じた。その後、保釈金を支払い、保釈され、クラブから課された、禁止期間を経て、サンダーランドにも復帰していたが、翌2015年4月に、同容疑で起訴された。少女は、ジョンソンのファンで、ユニフォームにサインをもらった時に出会った。 2016年2月10日に行われた後半で、ジョンソンが SNS を通じて2015年1月から、複数回、少女と会い、少女の年齢を把握した上で性的関係を持った、ことを認めたことで、翌11日にサンダーランドは、ジョンソンの解雇を発表した。2016年3月、ブラッドフォード刑事法院で行われた判決で、ジョンソン自身に、 反省の態度が見えなかったことなどから懲役6年の実刑判決が確定、同月中に収監された。また、事件の責任を取り、サンダーランドのマーガレット・バーン CEO が隕石辞任している。ありがとうございます。